どうもこんにちは。本日なんですけど、今日はね、甲子園で大阪桐蔭対東海大菅生の、試合がありまして、その試合っていうのが雨天コールドゲームになったんですよね。要は雨が降ってこれ以上試合が続けられないという形で、コールドゲームになったということで、このね試合が今ネット上で非常に話題になっているので、これについてね、僕の意見をねちょっと話していきたいなと思います。これに関してはいろんな意見がありますし、おそらく人の中で、いやあなたの意見は間違ってますよとか、いやこいつ何言ってんだよとか、いや私はこう思いますみたいな人もいると思うんですけども、そういう方はねぜひね、コメントしていただけたらなと思います。やっぱりいろんな意見があった方が議論っていうのも盛り上がりますし、お互い勉強にもなるので、ね、ぜひ積極的にね、こういう意見を言うのとか情報発信も大切だと思いますので、ぜひねコメントしていただけたらなと思います。じゃあ早速話の内容に入っていきたいんですけど、詳細は Google とかで調べてもらったら分かるんですけど、甲子園大会、高校野球の1回戦の試合で、東海大菅生高校対大阪桐蔭高校という1回戦屈指の注目カードが行われたんですよね。でもこのカード試合はね、僕自身も注目しましたし、多くの人が、やっぱりこれなかなか面白くなる、どっち勝つかわからない試合なんじゃないかみたいな風にして見てたと思うんですよ。で、試合の内容なんですけど、序盤は大阪桐蔭がリードしていてたで、5回ぐらいまでリードしていたんですけど、6回からかなり雨がね強くなってきたんですよ。もうめちゃくちゃこれ試合できないだろうっていうぐらいの勢いで雨が降ってきたんですけど、でもこれやっぱり野球って雨が降ってたらできないじゃないですか。でも審判の方々は続行したんですよね。これにはいくつか理由があるんですけども、まず一つ目に、大会のルールによって7回までその試合が成立していれば、もし雨の場合はそのコールドゲームで7回終了時点に得点の多い方が勝ちとすると。で、6回までしか終了してなかった場合はノーゲームになるんですよ。で、審判の方はとりあえず試合を成立させたいと思って、結構6回とか7回とかね、かなり雨が降ってて、いやこれ大丈夫かよと思いながらも見てたんですけど、そんな感じでね、7回に終わりましたと。で、もう一つが、最近ちょっと雨が多かったじゃないですか。なので、甲子園でもその中止になったりして延期が続いたんですよ。で、さらに東京オリンピックの都合で、普段より開会式がかなり後にずれちゃったんですよね。なので、このまま行くと、甲子園の決勝戦が8月の27とか28とかになるんですよね。これかなり遅くて、普段だったら8月の21とか2とかに決勝戦がやるんですけど、もう丸1週間遅れちゃってるんですよ。で、やっぱり大会運営の方とかも日程がね、ちょっとこれかなりきついってことで、もう何としてでも今日はこの試合終わらせたいんだみたいな考えがあったと思うんですよね。で、ってあったと思うんですよ。で、内容どの場面で終わったかというと、これ大阪桐蔭と東海大仰星、結果7対4で大阪桐蔭の勝ちだと。8回表、東海大仰星の攻撃の時、ワンアウト1、2塁で、もう雨がもう降りすぎたので、審判が中断して、ノーゲームってなったんですけど、いや、これね、ちょっとかわいそうだなっていう風なのが僕の印象なんですよ。これ、試合を見てて思ったんですけど、明らかに、ちょっと、ショートゴロをバッターが打ったんですけど、ショートのところに、ボールが全然、この雨で、勢いが、吸収されて、ボールが止まってしまったりとか、あとバッターがこう振ったバットをその滑って相手ベンチに飛ばしたりとか、結構ね、これ野球にならない状況だったんですよね。で、これちょっとね、議論になるなっていうふうに思ってて、ちょっとこれルール変えた方が、変えるべきだったんじゃないかなっていうふうに思ってて、要はこれ、元弁護士の橋本徹さんもツイッターで、こんなのは本当にバカだみたいな、これは教育上良くないであったり、かわいそうすぎる、運営側がそのルールを決める側はこんなルールは変えるべきだみたいなことを言ってるんですよ。要はやっぱりルールってその時代時代によって変えていかなくちゃいけないじゃないですか。で、甲子園とか高校野球ってなんか伝統を大切にしたり、昔に縛られてる感がすごくあると思うんですよね、僕は。例えば、坊主にすることであったり、こう、足を揃えてなんか軍隊のように行進したりとか、開会式もものすごく長いじゃないですか、暑い中なんかこう。お偉いさんのね、話をひたすら聞くと、もう本当に35度もなってるのに。そして、何よりひどいのは、ひどいっていうか、これ多分ね、賛否あると思うんですけども、8月の中旬っていう、もうとんでもなく暑い、35度とか40度いくんじゃないかっていうところに、なんていうんですかね、もう15日間で、密閉した日程で試合を一気に消化するっていう、これもね、ちょっと、確かに伝統、夏といえば甲子園、球児たちの俺らの夏みたいなことを言って、見る側もやる側も、そのね、
なんか伝統にこだわる美談に従う気持ちもわかるんですけども、確かに橋本さんの言ってるね意見もなるほどなっていうふうに思ってて、やっぱり時代によってルールっていうのは変わっていかなくちゃいけないんですし、あの僕自身も科学的とか合理的な判断でするのであれば、もう甲子園とかもっとね、別にこの8月にやるんじゃなくて6月というか10月とかにやったりとか、あとコールドゲームをあのその日だけじゃなくて次の日にね、別に試合の続きやってもいいと思うんですよ。でそれはやっぱり誰が決めるのかっていうと、そのルールを決める側の人たち、要はその大会運営高野連の人たちが、まあ、決めることだと思うんですよね。でもう高野連の人たちっていうのはやっぱりそのどっか伝統とかそういうのに縛られて、まあ、今のままでいってしまってるんですけど、正直ね、今日の試合を見た感想はコールドゲームに関してちょっとルールをね変えた方が僕はいいんじゃないかなって思いました。うん、別にその日一日で絶対にその終わらなくちゃいけないっていうルールがあるわけでもないじゃないですか。要は次の日朝から続きをやるっていう風に、そのルールを決める側の人が決めさえすれば、多くの人っていうのはそれが常識だ、それに従うと思うんですよね。でやっぱり野球ってその今回、まあ、8回ワンアウト1、2塁2点差ってことで、やっぱり高校野球ってね、8回9回何か全然3点差だったらひっくり返る試合でしたし、正直ね、最後まであのやるべきだったんじゃないかなっていうふうに僕はね思います。でこれ今回大阪桐蔭がね勝って東海大菅生が、まあ、負けたっていうことなんですけど、これもし僕が思うんですけど、もしこれがねチーム名が逆だったらどうなったのかなと。要は大阪桐蔭といえばね、これ高校野球やってる人なら分かると思うんですけど、まあ、あくまでね僕の意見ですよ。あの強さでその高校の優劣とかを判断するのは絶対違うと思うんですけども、その多くの高校野球ファン、高校野球最強と言われている大阪桐蔭、もう今大会でも優勝校である大阪桐蔭がね、この雨の試合でこう8回にこう8回2点差負けてましたと、1点差負けてましたと、で猛烈な追い上げをしてますという時に、この雨を理由にこうコールドって言って、それで多分多くの高校野球ファンとか関係者とかはそれ認めたんですかと。要はその優勝候補の大阪桐蔭をこのまま行ってたら勝ったかもしれないのに、ふざけんなここやれみたいなことを言ってる人も多いんじゃないかなと思うんで、そういう不公平とかをねなくすためにも、9回にやるべきだ方が合理的だし科学的だし誰もが納得するルールになるんじゃないかなと思います。だから僕はね、あくまでこの伝統にちょっと縛られすぎてるというか、そのルールを決める側の高野連の人にちょっと言いたい、あの行動のルールはねちょっと変えた方がいいんじゃないでしょうかと、まあ、そんな感じでございます。うん、まあでも正直ね、試合を見てて思ったんですけども、あれはね雨、まあ、でもね今回ねちょっとしょうがない部分もあったと思うんですよ。要は雨の日って、確か3日くらいずっと雨でそうずれてると、で東京オリンピックでな、ただでさえずれてるのにさらにずれてしまったと、で今日雨でしょ。まあ、高野連の人もね、多分、まあ、仕事でやってて、何が何でも、日程をずらさないといけないみたいなことだと思うんですよ。で、なんですけど、ちょっと選手の人たちもね、やっぱり選手が主役というか、あれはね、まあ、正直かわいそうだなと思いました。せめてね、もうちょっと、変な柔軟、伝統とかに縛られるんじゃなくて、科学的、合理的、教育、でまあ、最新っていうその時代に合わせるっていう観点でね、全然ルールとか変えていくべきなんじゃないかなと、ね、それをルールを変えるのは、まあ、ルールを決める側の高野連の人なんじゃないかなというふうに、ね、思いました。はい、まあ、ということで今日はねちょっとこんな感じです。まあ、結構ねこれに関しては、まあ、いろんな意見も出れてる方もいると思うんですけども、何かね私はこう思いますとか、そうなんこうなんじゃないですかみたいな 人がいればね、ぜひコメントしていただけたらなと思います。ということで最後までね視聴してくださってありがとうございました。今後ねどんどん YouTube で動画配信していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録とかね高評価の方よろしくお願いします。ではじゃあね。